店長のひごです。おつけお、たかしアンダーサードです。今日は店長さんどうしたんですか。店長は今向こうでメールをいっぱい打ってます。そうですね、はい、大変ですよね。なんか昨日、はい、緊急事態なんとか、そうですね、昨日政府の方から緊急事態宣言が発言されましたね、はい、ということになりましたんで、はい、当店も、はい、それに従う感じになりますね。やはりここはいやもうしょうがないですよね、はい、なんで、当初は4月の12までと言ってましたが、うん、19日まで延ばそうと思ったんですが、ここは5月の6日、ゴールデンウィーク連休明けまで連休明けまでですね、とりあえず、営業を停止いたします。残念ではございますが、物件が決まっていた方たちにはですね、今そこで店長が必死にメールを打ってます。そうだね、そういうこともね、そういうのもねありますからね。かといってまあその間に、ずっと休んでるわけにはいかないんで、はい、まあいろいろね、いろいろね、いっぱいまたテレビもね取り上げてもらってますね。これ、そうです。昨日から。昨日からね。今日も？今日朝はやってました。やってました。朝2本見ました、ね。はい。本当にありがたいですね。ね、あとね。FM 東京で、あ、稲垣吾郎さんの番組で、はい、あの東京のザ・障子丸ではこういう活動をしてますっていうの番組やってくれたらしいですよ。あ、すごいですね。FM 東京ですよ。FM 東京ですよ。一番まずいとこじゃないですか、FM 東京。いや、それは大丈夫ですか。それは僕じゃない。あ、それはそうですね。でもありがたいですね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや、でもほら店長今メール打ってたりとか、そうだね、たかしもですね時々来てはあのいろんな作業をさせてもらってるんですけど、すね、他のスタッフ何やってるんですかね。本当だね、ええ、みんな何やってるのかいや、なんかいろいろ在宅テレワークしてるかもしれないですけど、ちょっとじゃあそのテレワークの様子がなんか送られてきたらしいんで、テレワークしてるの、はい、テレワークしてるんでちょっとそれ見ていただきましょうか。はい、あのこちらです。私はいつ営業が再開しても皆様を万全の形でお迎えできるように体を鍛えて待っております。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。何ですかあれは。すごいすごいですね。すいすい、これは衣装を着てんのかな。これ部屋着だったら笑っちゃいますね。なんかあのなんだっけ、スパイダーマンみたいなみたいなやつ着てましたね。ちょっと腹が気になりますけど。腹が気になりますね。いやでもいいんじゃない、ああいうこういうポーズでこうカレー作ってるんですかね普段。なんかいいですね。いいですね、このご時世ですね。そうです、このぐらいの、そうですね、吹っ切れた感じで、吹っ切れた感じで行きたいですよ。家の中でこうやってやってるっていうのはね、いいと思います。すごく仕事してんのか、お前は。これちょっと他のスタッフのも送ってもらって今度紹介してきたらいいですね。そうですね、昨日ね、俺もね、まあ、自分の日常、自分の日常、日常をこうで嫁に撮ってもらったんですよ。はいはい、あの子供だけが、ええ、これ撮って、わあこれ面白いなってバッてこう再生したらですね、はい、テレビからあの著作権に引っかかるような曲がいっぱい流れてる。その辺気をつけて、もう一回じゃあちょっとまずオーナーもやりますよ、やってもらって、ちょっと息子を出しに使ってまあそんなです、まあ、そうですね、もちろん高橋さんも、高橋は大体ここで夜中になるとですね、あのツイキャス始めたりしますからね。まあそれはじゃあお店の従業員の、そうですね、近況、近況、三森とかなんか落語練習してるかもしれないですから。ああいいですね。それはこれ YouTube チャンネル見てる方
楽しいのかな。どうなんでしょうね。いや面白いといいな。多分第一弾が、うん、あんな風に仕込んできたんで。誰が。木村君がね、あそこまで仕込んできたから、はい、次に近況報告する人はちょっとハードルが上がっちゃいましたね。そうですよ、まあでも皆さん、うちのスタッフはみんな芸達者なんで、何かやってくれるでしょう。やってくれるでしょう。楽しみにしてます。はい、明日もちょっとあの近況報告動画上げます ね。あのここちょっと 2,3 日は連日のように、連日のようにあの発表発表っていうのがいっぱいありますんで、ありますので、ぜひご視聴ご覧いただければ幸いでございます。よろしくお願いします。さようなら。さようなら。